か、今日はですね、モダン共通で受け身、一応、まあ、モダン共通なんか入れておきます。踊ってる時にですね、一体何があるかわからないですね。事故がね、まあ、皆さん見かけたことがあったり、自分も危ない目に遭った方がいらっしゃるかもしれないですけど、今後その時のためにね、この受け身というのをやっておきます。このダンスの場合ですね、もし、踊ってる時にね、まあ、先生で踊ってたり、パートナーで踊ったり、ダンスタイムで踊って、ね、公民館で踊って、もし怪我しても全部自己責任になっちゃうんです。ここは皆さんよく知っておいてください。ですから極力怪我しないように。それでですね、特に頭とか背骨、腰あたり、これやられたらもう取り返しつかないことになりますから、頭とか背骨、腰をやられないようにするためにどうすりゃいいかということをちょっとね、簡単にお伝えしておかないといけないなと思いましたんで言っておきます。まずね、手のひら、この手のひらをね、ちょっと痛いですけど、あっ、こう手のひらを叩いてください。で、柔道の受け身みたいにこう両手を一緒にこう叩くような局面はあんまりダンスのトラブルの時にはないはずなんです。大概ね、男性が前に倒れる分はそんなに怖くないです。後ろに頭から落ちる場合があるんです。男性がこう かぶさってくるような場合です。男性も誰かに足引っ掛けられたり、床が滑ったりしてあーってなるときありますから、その時にはまず覚えておいていただきたいのは、男性から手を離してください。男性にしがみつくようなことをやったらダメなんです。もう極力さっと手離してください。もうそれもし忘れてしがみついてたとしても、次忘れてはいけないのは、手のひらで床を頑張って弾く、叩くやったなということなんです。ですから、まあ道路ね、一般の外の道路みたいにデコボコはしてませんから、こう自分で家でいいですから、まあこんなフローリングの床ぐらいでしょう、ダンスだったら。あと、まあコンクリートね、会議室のコンクリートで踊ってる人は要注意ですけど、とにかく手のひら痛いですけど叩いてください。この叩くことによって自分の安全が、身の安全がね、ちょっとでも軽減されるっていうぐらい思っておいていただければ。そしたらいろんなこう倒れ方をしても、こういうふうにね、なんとか頭とか背中の衝撃が、和らぎますので、これバカみたいかと思われるかもしれませんけど、ものすごい大事なことなんで、手のひら痛いですけど、ちょっと家でね、床のフローリングでいいですから、1、2回こう弾いて、どんな感じか、あんまり最初から無理やって指をひびが入ったとか、そんなこともないようにしてくださいね。はい、例えばね、重いね、ものをリュックとか背負っててね、バランスを崩して後ろに、あー、倒れるという時あるかもしれませんよ。その時に、一般の道とかでもいいですが、とにかく叩いてください。体を丸くするとか、頭をすくめる、そんなことを普段思っててもそうはならないですから、叩くんです。とにかく1、2ですよ、ね、一緒に叩こうなんて思ったらダメです。とにかく叩いてください。今日はこんな感じで終わっておきますけど、これむちゃくちゃ大事なことを説明したつもりなんで、ちょっと真面目に聞いておいていただければと思います。今日はここまでです。ありがとうございました。